ザワイルド・マグノ・リアスは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズのマルディグラ・インディアンのトライブであり、バンドである。伝統的には、ドラムと掛け声だけで演奏されてきた、マルディグラ・インディアンのサウンドに、初期からバンドを導入し、ファンクに仕立て上げた。1964年、ワイルド・マグノ・リアスのビッグチーフに、ボードリスが就任する。1960年代後半に、ドリスの幼馴染で、 ザ・ゴールデン・イーグルスのビッグ・チーフのモンク・ブル・ドローが加わり、バンドとしてのマグノ・リアスの活動が開始される。1970年には、第1回ニューオーリンズ・ジャズ・ヘリテッジ・フェスティバルに出演し、同年11月、地元のレーベル、クレセント・シティ・レコードから、シングル・ハンダ・ワンダで、レコードデビューを果たした。マルディグ・ラ・インディアンのサウンドがレコーディングされたのは、 このシングルが初めてであったという。1974年、フランスのバークレーレコードから、デビューアルバムザワイルドマグノリアスをリリースした。このアルバムは、ビリー・ティー、スヌークス・イーグリンがニューオーリンズのミュージシャンがバックに、つき、非常にファンキーな作品に仕上がっている。アイコアイコ、聖者の更新などの有名なニューオーリンズナンバーに、加え、スモーク・マイ・ピース・パイプ、ツー・ウェイ・パック、 EUA など、このバンドの定番リパートリーとなった楽曲が収録された。前者はシングルカットされ、R&B チャートの74位を記録している。ほとんどの曲のリードボーカルをドリスが取っているが、シューフライは、モンクが歌っている。直上型のパワフルな歌い手であるドリスに対して、モンクはほのぼのとした味わいがあり、高対照な両者の存在がこのバンドのサウンドを一掃。 面白いものにしている。1975年には、ほぼ同じバンドメンバーで、セカンドアルバム勢コールアースワイルドをリリースした。しかしこの後、彼らはしばらく新作から遠ざかる。次の彼らの作品は、1988年の、I am back クア t プ carnival time まで待たねばならなかった。久々の、この作品でもプロフェッサーロングヘアティピティナや アル・ジョンソンのカーニバル・タイムなど、ニューオーリンズ色の強いナンバーを演奏し、相変わらず元気なところを聴かせている。1993年9月には、神戸アーバンジャズフェスティバル出演のため、初来日も果たした。以後、何度か彼らは日本ツアーを行っている。1995年、日本からニューオーリンズへ移住した山岸淳氏がバンドに参加する。この頃、 一時的に小島良貴もメンバーになっており、翌年リリースされたアルバム1313 13フードストリートでは両者がプレイヤーとして参加した。続くアルバムは1999年キャピトル系のレーベルメトロブルーからリリースされた Life is A Carnival である。ザバンドのカバーのタイトル曲では元ザバンドのロビー・ロバートソンに加え、 ブルース・ホー・オーンズ・ビーがゲスト参加した。このアルバムのリリース後、文句がマネージャーとの対立が原因でバンドから脱退。しかし、バンドは従来通りボードリスを中心として活動を続けた。2002年にはバンドの結成30周年を記念した未発表トラックを含む編集版30 Years and s ル i l l Wild がリリースとなっている。ありがとうございます。